皆さんどうも、こんにちは。トラなんです。ということで、えー、今日はですね。<laughs> えー、今日はですね。やっぱ前から質問で多かったのが、まあ、結構僕、あんまりもう初心者考え方とかっていう配,配信みたいなのは、考え方を変えるっていう動画とか出してきてるんですけど、じゃあ具体的に何買ったらいいかわか,かりませんみたいな。 最近、初心者、まあ、ストリートファッション好きだけど、まあ、シュプリームは高くて買えないとか、えと、ー、レアスニーカー高くて買えない。どうしたらいいんですかって人向けに、僕が考えた、えー、かなり値段を抑えての、まあ、ブランドだったりとか、まあ、もう、かなり絞りますけどね。わかりやすいように。かなり絞るけど、えー、まあ、夏のおすすめの着こなしというか、 超シンプルですけどね。を考えてみました。考えてみました。んで、えー、まあ僕ね、辛口コーディネートみたいな、あ,あの、やってるじゃないですか。インスタで募集して、いい人乗せるとかっていうのをやってるんですけど、で、やっぱり、えー、そうだな。まあ10人送ってもらったら、乗せれるレベルというか、 乗せれる人っていうのは一人ぐらいしか来ないんですよ。まあ、あの動画で、まあ、この人ダサいとか、あの人ダサいとか、たくさん言ってる人いるけど、でも実際それが現状。乗せれる人ぐらいの人っていうのは、10人に一人ぐらいの人しか来なくて。で、あのー、じゃあ乗せれる人とも乗せれない人何が違うのって思う人いると思うんですけど、やっぱ、 ごちゃごちゃしてる人多いんですよ。ごちゃごちゃしてる人。こう、おしゃれは頑張ってるんだけど、やっぱこう、色がごちゃごちゃしてたり、柄に柄合わせたりっていうのが一番多いですね。あとはサイズ感おかしいとかね。が一番多くて、まあそえー、それを考えたときに、えっと、ま、それを考えたときに、まあ、どういうファッションが、まあ、シンプルで、 まあ、それなりに見えて、まあ、自分が後で付け加えやすいのかっていうので、え考えました。で、T シャツはですね、まず一つ、T シャツ。えー、まあ、夏はね、もうシンプルじゃないですか。もう、秋冬とかだったら重ね着とか、いろいろあると思うんですけど、まあ、夏、安い。そして、えー、まあ、着回しもできてっていうことを考えると、 結構 T シャツいっぱい欲しいですって人たくさんいると思うんですよ。じゃあ10枚とか20枚持って着回したいですって。とか、まあ何百枚持ってるって人ももちろん詳しい人とか好きな人でいると思うんだけど、まあほんと初心者の人は俺無地 T でいいと思うんですよ別に。無地 T。んで、じゃあ黒2枚、白2枚とか、あネイビー1枚、白1枚。 で、いいと思うんですよ。まあそれを2枚ずつ買うか1枚ずつ買うかお金と相談ですけどってことを考えてまああとは自分の好きなの買えばいいんでまあ、初心者用でねえー、っと考えたのがユニクロ U 僕も持ってるんですけどあのー、動画でねあのユニクロ U の、えー、T シャツに関してはー動画にしたことがあるんですけどあれ1000円ですね1000円今1000円ね まあ、何枚か買うんだったらもちろん高くなるけど1,000円でえっと買えますでサイズを、えー、そうだな僕のおすすめは普段自分が M 着てるんだったら XL かな XL で L2 まサイズ2サイズ上げぐらいで、えー、買っていただくとまあ、今っぽい感じになるんじゃないかなと思います えー、なので、まあ、バンコーディネートをするんだったら、えユ、ー、ニクロユの T シャツ1枚。あとは、その人の好みで後で付け加える。付け加えてください。もうほんと初心者ね。もう何かっていうか分かりませんって人向けの初心者で、ある程度形になるのはどうしたらいいかっていう今日は動画です。で、次。えー、これはね、 あのー、僕がディレクションしてるダグアウトの、えー、ブランドからですね、えー、ミニマルというブランドで、えー、ピックアップしていこうかなと思います。えー、値段がですね、えー、っとね、デニムで1万2000円ぐらいかな。で、えー、っと、まあ、ここはですね、カーゴパンツとか、えー、他に、なんたっけ、 まあチェック柄のパンツとかも出してるんですけど値段が安いんですよ昔動画にしたことあるんだけどこう初心者の人は値段安くてそれなりの品質でっていうのであのデニムとか悩んでるんだったら、えー、ミニマルをおすすめしてますで、えー、いつもサイトをね下の方に貼ってるんですけど、まあ、そこから見てもらってもわ、えー、かる通り もう夏もね、もう決まってるんですよ。着るのって。正直。デニムでしょえー、まあ、カーゴパンツだったりとか、まあ、メーサーのパンツだったりとか。まあ、今流行りだったらチェックパンツだったりとか、トラックパンツだったり。えー、で、ハーフパンツ。まあ、バースパンとかね。そういったものになってくるので、夏簡単なんですよね。で、えーと、まあ、 乗せるのであれば今取り扱いでおすすめがあるとするんだったら大河かもの、えー、ストレッチカゴパンツ値段12,960円ですねまあもちろん色味に達したい人は個人で選んでほしいんですけど、えー、あとデニムも、えーまあ、ダメージ加工が嫌いな人は、まあ、普通のデニム加工なしのデニム買えばいいと思うし ちょっとクロート感というか、ちょっと、まあそういうのが好きな人、ダメージとか入ってても大丈夫な人は、えー、まあでダメージのデニムがあるので、それも12,960円です。なので、まあ大体いい12,000円くらいかな。パンツを、まあ、迷彩買うか、えー、まあタゴパンツ買うか、デニム買うか、 まあチェックパンツとかドラッグパンツみたいなの買うか。でもまあ1本1万ぐらい。まあ人コーディネートと考えたらまあ1万、えー、2000円か。2000円。今のところでだって1万え1万じゃねえや。あ、1万3000か。1万3000しか使ってないょ1万3000、えー。えーとね、靴下とかに関しては別に僕はユニクロで <laughs> いいと思います。別にユニクロでも何でもいいと思うんで。3足1000円でしょ。もう1000、ね、円って考えましょう。1000円。 はい。で、ね、えー、スニーカーですね。スニーカー。えー、僕の考えは、僕の考えですよ。は、えー、レアスニーカーなんていらないです。別に。別にいらないと思います。靴も、僕も実際靴だけで40、50足持ってますけど、本当に履くのなんて5足ぐらいしかないんですよ。5足ぐらいしかないんで、えー、まあ、 レアスニーカー好きな人とかは、レアスニーカー買ってもいいと思いますよ。別に絶対買うなって言うわけじゃなくて、それはそれでいいんだけど、初心者の人は、えー、僕は定番、定番のスニーカーを買うのがいいと思います。えー、例えば、ナイキで言えば、まあ、エアフォースですね。エアフォースだったりとか、まあ、エアジョーダー1とかね。まあ、それが、触れてるか触れてないかっていうのは別として自分の好きな色買えばいいと思います。 えー、アリダスだったら、まあスーパースターだったりとか、僕はキャンパスが好きなんでキャンパスおすすめしてるんですけど、キャンパス。えー、バンズだったらオールドスクールだったり、えー、スケハイ。っていう感じのものを買っていただければ、まあ高くて、エアジョーダンワンとかで1万4 8ぐ円くらいか。うん、エアフォースで1万ちょいぐらい。バンズで言えば7千八千。8円。 ぐらいでで、来るのまあ1万円と考えましょう1万円と考えましょうということで考えるとですね今のところでえー、っと T シャツ1000円パンツ1万2000円1万3000円でしょで、靴下で1万4000円でスニーカーで、まあ、1万円として2万5000円ぐらい で、まあ一応、全体的なね、あの、コーディネートを完成して、ええー、まあ、こういう人もいるでしょう。あ、ただの量産型じゃん、みたいな。そこら辺に誰でもいるじゃん。って思う人もいると思うんですけど、ここからがね、あの、難しいとこだと思うんですよ。これを、どう、ええー、まあ量産型というか、普通に見せないかっていうのは、やっぱりこう、センスを、 問われるとこだと思ってて。まあ多分この感じ、まあ全く同じものじゃないけど、まあこんな感じでしょうというものを、まあ貼り付けておきますわ。貼り付けておきます。まあミニマルとかがわかりやすいんで、ミニマルの画像かなんか拾ってそれ貼り付けておきます。まあ靴は見えないかもしんないけどね。で、ここで何を足すかって言ったら、やっぱり夏は、まあ、アクセサリーだったりとか、まあ時計だったりとか、まあ今着てる感じだとまあシンプルじゃないですか。 で、まあ、首元に、えーまあ、シルバーだったりとかゴールドとかどっちか分かんないけど足したりとか、えーまあ、時計の、まあ、色味だったりとか、えーまあ、スニーカーも自分の好きな色味があると思うんで、まあ、今の感じだったら黒,黒でもし T シャツ着てるんだったらスニーカーを何色合わせてもいいと思うし、えーまあ、付け加えて、まあ、ニットだったりとかニットキャップかぶったりとかで靴の色と合わせたりとかね、えーまあ、キャップだったりとかっていうので。 するだけでも、まあかなり違うんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、まあよく聞かれるのが、まあハーフパンツ何がいいですかとか、で聞かれるので、まあ流行り物で安いものでいい,いいんだったら、まあグラミチとかね、6000円くらいで買えるし、まあバスパンどっかおすすめないですかってよく聞かれるのであれば、 ええー、まあ、ナイキとかで出てるやつとかも安いんですよ。6000とか7000円ぐらいで売ってるんで、こう値段で安いもの欲しい人はそっちを買えばいいと思うし、ちょっといいやつが欲しいんだったら、あミッチェルネスっていうブランドがあって、えー、まあ、そちらのバスパンとかは本格的に作ってるやつを売って、値段1万8000円ぐらい。それはちょっと高いけどね。で、えー、まあ、自分の好きなチームとか、まあ、バスケット好きなら、そういう好きなチームとか、色味とかで合わせてもらえば、 言うてもね、そんな全身コーディネートしても、えー、高くないし、値段も、もうさっき言ったみたいな、さっき言ったみたいな値段で抑えれるので、まあ、ここから、例えば、T シャツ、シュプリームが好きなシュプリームの T シャツ着てみましたとか、あー靴、レアスニーカーに変えてみましたとかっていうので、こう、ファッションをどんどん楽しんでいけばいいかなと思います。はい、ということで、<laughs> もう超初級編。 何買ったらいいかわかんない人向けにまあ、このくらいの値段でそれなりに絶対見えるんであのー、サイズ感だけ間違わな,け,、ね、間違わなければ、えー、それなりに見えると思うのでぜひ、まあ、ねまあ最初はシンプルからどんどんこう足していってああもうガラガラだからちょっと派手だなとか自分でこう試行錯誤しつつ、まあ、ファッションを楽しんで、えー、い,けたい,けいけたらいいなと思うし まあ、そっから、えー、興味持っていただければいいかなと思いますという動画で今日は、えー、おります。まあ、久しぶです。バイ。